すんだよ空気バカ野郎。今年もこの季節がやってきたパート2 FGO 水着ガチャだイエーイ。どうもスタッフのドメです。さあやってきました水着ガチャ。さあねえ、また今回もね、星5サーバントシエルを狙ってね、全力で回したいと思います。今回は予備符がなんと62枚、そして石がなんと563個っていう、なんじゃこの数っていうね、ほぼマジ無課金です。はい、っていうね、課金の、なんだっけ、課金っていうか、あの前回の福袋の余りがあったとはしても、なんでこんな数になったって、こんな風になったんですよ、実は。閉じるボタン押せば多分わかると思う。こういうことです。さあ、ローディングが長いです。さあ、今の私の FGO が今どこにいるのかっていうね、とりあえずご説明したいと思います。はい、私今2部の、6章の、後編の序盤付近にいます。実はですね、私ね、5章の、の前半部分の、ずーっとゆっくりのスペースやってたんだけど、この9周年のキャンペーンちょっと一気に進めてみようかと思って、ストーリーもね、ちょっといろいろネタバレ食らってはいたんですけど、いいよ、じっくりやってみようと思ったら、なんか結構進んじゃって、そしたらいつの間にかどんどん石増えちゃって、で、一気に石増えちゃったっていう話。こんなにって、そんな感じでびっくりっていうね、自分の中でも。っていうことは、このイベント俺ちゃんと参加できんのかっていうのがあるんだけどもね。あと、だってこの後編とプラス7章でしょ？で、それで、プロローグまで行けば、まあ行けるのかもしんないけど、間に合うのかっていうね、このチキチキレースをね、やりながら、私ガチャ回していただきます。で、今回、せっかくなら予備みたいで、もう石500個な石から消費してもいいんじゃねって思っております。個人的に。でも、これから7章だって友人から聞いてるのね、難しいっていうので、石100個は残します。そうですよ。コンティニューですよ。石砕いて進むかもしれないので、そんなコンティニュー使わないとは思うんですけど、怖いから100残しておきます、石は。で、予備符は石が出てこなかった場合でも使用します。だからね、結構な連数になると思います。もちろん、1体でも出たら、もうそこの場合終了です。さあ、シエラ出んのか？言えねえな。さあ、というわけで、じゃあ、一発いってみよう。あ、ちゃんと本当に有料はありません。優勝必要は一切ありません。大丈夫です。では、無課金勝負、いってみたいと思います。こういってると大体一発目出てくるときあるね、11年だと。前回もアルトリアの水着のときとかすげえこと起こったからな。今回は、まぁ、積んでは欲しくないけど、どうなる？では行きたいと思います。ゴー！入れよう！ちょっと、イベントが始まったばっかりだから、ロード遅いのか。はい、冷蔵です。スキップしてきましょう、どんどん。うん。さすがに11年目では出ないか。一回出るよ。なんか水着アルトリアの時、ポンって出たからな。はい、オッケーです。それでもまだ500個あるっていうね。さあ、続きていってみよう。ロードが遅えなぁ。まあ、しょうがねえ。あ、光った。誰だ？え？そっちかー！でも、いやー！ありがとう！
かわいいな。さあ、というわけで、いいじゃん、いいじゃん。さあ、というわけで、さあ、やっと500個切れる石が。さあ、行こう。出るか。よ、冷蔵。ねえ、すげえ今、朗読かなかった？あ、ただの冷蔵でした。よかった。ああ、びっくりした。なんか、ドキドキだ。あるよね。なんか、あ、勝った。ってことは、新規変わって。はい、残念。はい、次行ってみよう。なんか、すげえな。こんなに気持ちよく回せるっていい、いいな。って油断してると、しれっと出てくるのが怖いんだな。はい、レイソー。おお、いいね、いいね、いいね。そうそう、こういうのを求めてた。もう、本当は求めちゃいけないんだろうけども。はい、冷蔵。はい。おお、そうそうそう、これだよね、FGO ガチャって言えば。今出てきちゃったな、今しちゃう。まあ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 、いいだろう。よいしょ。はい、オッケー。はい、ありがとうございます。はい、次行ってみよう。虹色になんねえかな、久々に。久々に虹見てえな。うん、これも冷蔵どうかな。やっぱりね。はい、350個残り。さあ、どんどん行ってみよう。うん、これも冷蔵かな。いいね、FGO ってほんとサーバントまず出る率低いからね。だからゆえに面白いんだよね。おお、なんか連続冷蔵っていいね。なんで冷蔵ってこんな軽いんだろう。おはい、冷蔵。はい。はい、次行ってみよう。ああ、やっと石表示できる。よいしょっと。石100個は残しますよ。石砕いて進むかもしれないので。なるべく、おーっと、今回はあっさり。よいしょ。いいね。でもこんだけ、なんでここで固まるの？ないよね、これ。あー、あったあったあったなんか油断してタップしすぎるのやっぱあれだよな。これいけるか、ホーグマックス3体目。はい、次。はい、レーソー祭り開始。おお、まだ出ません。残り200。いいじゃん。はい、ほい、もうレーソーばっか。はい、オッケー。なんとなく空気つかんできたぜ。そう、こんな感じ。はい、冷蔵。あれー、違うの出ちゃったー。まあ、いっかー。だから飛ばすなって、俺。ほら、出ちゃうから。暑い。ノデ、自分から水着になったぞ。合理的だぞ。ドブル以外にキチッチだ。
俺が着替えてしまったから今もう大丈夫。敵はもちろんボコボコにするし、目いっぱい楽しむぞ。ありがとうございます。2人出ちゃったな、あと1人か。はい、行ってみよう。あー、旬で終わった。あ、140個か。これでラストだね、じゃあ、ラスト。あった、光ったー。だーれだ。うん、知ってたー。フォーグ4。アベンジャー結構強いからいいんだよな。はい、というわけで、なんか、石100個残すの持ってなくなってきた。所持サーマントの数、お、やべえな。超えそうだな、これ。898。まずいな。よし。一回、強化してくる。ちょっと待って。はい、お待たせしました。ちょっと開けてきました。でも、なんだろう。もうちょっと、石やってもいいんじゃねっていうなんか空気になっちゃいまして。まあ、いっか、予備具60枚あんだし、石いっちゃうか。111個、残り1回使ってみまーす。おーい、さっきの断言どこ行った？すぐ折れたらええがっぱ。あ、出ちゃったさあ、やっちゃったー。なんでここに出ちゃうの。嘘やろ。います、多分。さあ、というわけで、終わっちゃったよ。バカ野郎。まあ、望みは叶ったよね。石83個、約100個残して。どうすんだよ、空気、バカ野郎。なんでサーバントちょっと、多いから言う、種火食べすぎたなと思って、ちょっと強化してたら、今出るかね、普通。ああ、出たからよかったけどさ。無課金勝利のバカ野郎、どうすんだよ、この予備費60枚。なんかピックアップ来たらまた、じゃあ動画回したいと思います。年末か？バレンタインか？それとも誰かどっかでやんのか？全くわかりません。もしかしたら個人的消費するかもしれません。じゃあとりあえず告知します。次は、年末福袋ガチャでまたお会いしましょう。もうバカ、カメラ止めてそのままやれよかったのに、ちょっとおかず不安になったからって、冷蔵庫売りに行って強化してんじゃねえ、バカ俺。バカ出たからいいけどね、買ったぜ、バイバーイ。なんだこの動画。